こんにちは、コスケです。昨日納車されたこの新型 NBOX カスタム、今日は内外装のチェックしていきましょうか。まずは外装からなんですが、かなり顔はシンプルなデザインになってますよね。メッキが少なく、こうギラついた感じはないものの、ちょっと上質な感じになってると思います。で、ここに1本スーッとラインが入ってて、ちょっとライトつけましょうか。ヘッドライトをつけるとちょっと光ってかっこいいですよね。最近のホンダ車のデザインが反映されてるなと、そんな感じがいたします。基本的なデザインはキープコンセプトで、使っている車種とかボディも基本的にはほとんど一緒じゃないかなと思います。こうやって見た時の形も先代のNBOX とほとんど一緒ですよね。でリアに関してはかなりデザイン変わってると思います。すっきりしているのはもちろん、ライトもかっこいいよね。ふわっとほわっと光ってる感じになっていて、かなり上質な感じになってるなと、そんな印象でございます。このバンパーあたりのデザインは好みが分かれそうですが、僕は嫌いじゃないですね。個人的にはこのリアのデザインかなり好みで、特にライト周りが僕はかっこいいなという気がしています。外観のデザインそんなに大きく変わってないので、まあそれ以外の部分はほとんど一緒じゃないかな。ホイールはかなりスタイリッシュになってますね。これカスタムターボなんですが、タイヤサイズは165/55インチ、ホイールはガンメタっぽい、ちょっと黒っぽいシルバーですね。カタログで見るよりもちょっと黒っぽい感じがして、個人的にはこのホイールかなり好みですね。かっこいいと思います。外観に関しては本当そこまで大きな変化はなくて、ちょっとすっきりして上質になったというようなイメージだと思います。では中、内装を見ていきましょうか。今回外観よりも内装の方が大きく変化してるかもしれませんね。特にこの辺はメーターがなくなってフラットになったということもあって、こう全体をパッと見た時のスッキリ感、広さというのは先代に比べて大きく変化している部分かなという気がします。今回ついているナビは、これナビではなくディスプレイオーディオなんですよね。8インチのディスプレイオーディオで、先代は一番高いナビも8インチだったので、まあ、先代と画面サイズは一緒だと思います。これは多分ディーラーオプションのマットで、何もつけないとこんな感じだね。このままだとちょっと物を置いた時にガチャガチャうるさそうなので、オプションのマットをつけてます。でこれをつけると、まあ、シリコンっぽいので音があまり鳴らなくなるということと、物が滑らないということ、そしてここにケーブルを引っ掛けてブラブラ遊ばないように固定しておくこともできます。すぐ下には USB の差し込み口がついてますよね。ハンドルも最近のホンダ車に採用されているものになっていて、フィットのハンドルに似てますね。ここに付いてないタイプとなっています。でこの辺のスイッチはもうステップワゴンと完全に一緒ですよね。最新のスイッチが採用されていて、個人的には結構使いやすいスイッチかなというふうに思います。メーターは後で見てみましょうか。この辺のボタンの配置についてですが、電動パーキングブレーキはここだね。で、イーコンのスイッチがあって、ここにはエアコンのスイッチがついてます。で、 USB 差し込み口があって、エアコンの吹き出し口ですね。で、ここにはドリンクホルダーがついていて、シフトノブに関しては先代と多分一緒だと思います。で、グローブボックスなんですが、先代に比べてかなり大きくなってます。先代は、グローブボックス縦に、もうこれを入れたら終わりっていうようなスペースしかなかったんですよね。それに比べて今回の NBOX は普通のサイズのグローブボックスになってますね。なので、よいしょ、車検証を入れてもまだ余裕があります。これだけ余裕があると使いやすい感じはしますよね。
ドアにはドリンクホルダーと A4 サイズの本を置いておけるような収納スペースもついています。足元にはシガーソケットと、あとはちょっとした収納スペースがついてますね。このサイズの収納スペース意外とついてると便利なんですよね。で、ちょっと見えにくいんですが、このグローブボックスの下に実はコンビニ服がついてます。よっと、ここですね。まあ、買ったものを引っ掛けておいたり、あとはゴミ袋なんかもこのスペースに引っ掛けておけるかもしれないね。かなり奥まった位置にありますが、まあ、何かと便利に使えそうな気はします。収納スペースでいうと、このハンドルの下にもついてるんですよね。少しだけですが、スマホが入りそうなぐらいの収納スペースはついています。軽自動車ということもあって、かなり細かいスペースも活用しているイメージです。で、シートなんですが、今回は NBOX カスタムターボなので、この辺が革ですね。で、フリースみたいな素材のシートになっていて、肌触りはめちゃくちゃよっとめちゃくちゃいいです。座り心地に関してはかなりホールド感のある座り心地ですね。先代の NBOX もシートなかなか良かったんですが、今回も個人的には座りやすく、お尻の部分も滑りにくく、まあ、背中はホールド感があるというような、そんなシートになっています。アームレストもふさっとしていて、触り心地はいいですね。耐久性はわからないですけど、腕乗せた時は結構気持ちいいです。いやー、今回の NBOX なかなかかっこいい気がしますね。それではメーターのチェックもしてみましょう。エンジンをかけるのは右側ですね。エンジンスタートボタンは右についてます。かなりすっきりした見やすいメーターになってますね。前回試乗の時もチェックしましたが、ここにホームボタン、メニューボタンかながあって、ここを押すとメニュー画面が開くんですよね。で、ここのクリクリを回すと、このメニューの選択が可能になってます。いろいろ見られるんですが、カレンダーなんかを選ぶと、なんかちょっと綺麗な景色が映って、気持ちがいいですよね。で、まあ、各種設定とタコメーターの表示も可能になってます。あとは航続距離とか燃費も表示できますよね。かなり見やすい表示になってますね。ディスプレイオーディオはまた今度紹介したいと思いますが、基本的には音楽を聴けるだけの、まあ、まさにディスプレイ付きのオーディオという感じだと思います。コードをつなぐと Apple CarPlay とか Android Auto は使えますね。で、あとグローブボックスもこの部分少し欠けてるんですよね。見たらわかると思いますが、ちょっと欠けてます。これなんで欠けてるかっていうと、コードを通したまま締めることができるみたいです。なんで充電用のコードをここからピロッと出しておくことができる、まあ、出しておくとか入れておくことができるみたいですね。ちょっとやってみましょうか。まあ、こうやってコードを挿してグローブボックスに入れた状態で閉じても大丈夫という感じですね。ちなみにフロントの見通しに関しては先代 NBOX と似た感じではありますが、まあ、ここがフラットになっている分、開放感が若干あるかなという気はします。車検証はついに右上につくようになりましたね。思ったほど邪魔じゃないかもしれません。で、今回このピタチューミラーが大きく改良されているみたいで、めちゃくちゃ見やすくなっています。以前はここに2つ上下に並んでたんだよね。後方を見るミラーと前方を見るミラーがあったんですが、今回はここについているのは前方を見るミラーだけになっています。まあ、この角度で見てもらうと、左の前の下部分が見えるんですよね。で、後方どこで見るかっていうと、
ここに移動しました。ここを見るとこのサイドの下の後方部分が見えるので、360度カメラがなくても左側の前方後方に関してはこのミラーで確認ができるようになっています。これかなり見やすいですよね。僕いつもバックするときにライン確認するのにメインのミラーはちょっと下目にしてるんですが、これがついているおかげでメインのミラーは下向きにしなくてもすぐに後方サイドの確認ができるようになっています。なんならこれ運転席側にもつけてほしいぐらい本当便利なミラーですね。すべての車の標準仕様にしてほしいね。で、左前方に関しても先代よりも見やすくなっていて、左前側がここを見ると確認できます。小さい子供なんかがいてもわかるんじゃないでしょうかね。で、僕若干ショックだったのがこのルームミラーでございます。このルームミラー、なんと手動防眩がついてないんですよね。自動防眩ミラーじゃないのはしょうがないとしても、こうカチャッとミラーの向きを変えるスイッチがついてないので、眩しい時どうするんだろうね。グッと。こうやって傾けるしかないのかな。ちょっとこれは最低限つけてほしかったですね。それともライトが当たっても眩しくならない特殊なミラーなのか。ちょっと気になるところです。で、ルームランプのそばに SOS のボタンがついていて、ここのライトは LED じゃないんですよね。で、ここにもランプがついてて、これ先代の NBOX 多分この位置になかったと思うんですが、ここにもついてます。ただここも LED ではないので、LED への換装が必要ですね。1個500円ぐらいで Amazon なんかで買えると思うので、入れ替えたいと思います。ではリアもチェックしていきましょう。リアはやっぱり広いですね。まあ、ノアステップワゴンに匹敵するぐらいのリアの広さかなという気がします。僕これシートの位置、僕のドライビングポジションに176センチの僕のドライビングポジションに合わせてますが、その状態でこのぐらい空いてます。もちろんシートを前後に動かすことができます。今は一番後ろにある状態ですが、よっと前に出すとこんな感じですね。20センチぐらいは前後にスライドするんじゃないでしょうか。シート自体もリクライニングが若干可能で、これぐらいだね。一段階でリクライニングができるようになっております。で、この NBOX の特徴の一つにリアシートを持ち上げることができるんですよね。これはガソリンタンクがここにないので、ガソリンタンクこっちなんだよね。なので他のメーカーの車よりもリアのスペースはかなり広くなってるんじゃないでしょうか。よっと、こうして持ち上げることでかなり広い空間を、高さもある空間を作ることができますよね。で、今回僕が選んだグレードはシートバックテーブルも左右標準でついてきます。これが標準でついてくるのはとてもありがたいなという気がします。で、リアのシェードも標準装備でしたね。ではリアシート座ってみましょう。しっかり深く座ると広いですね。もうほんとミドルサイズミニバンクラスの広さですよね。運転席は僕のドライビングポジションで、176センチの僕が座ると拳4個から5個分ぐらい、40センチぐらいでしょうかね。膝前空間は空いてます。めちゃくちゃ余裕があります。リアシートの座り心地ですが、まあさすがに軽自動車なのであまり大きな期待はできないかなと思います。まあただ SUV なんかの一応ついてる3列目のシートよりは全然座り心地がいいですし、まあ普通に 2,3 時間座っててもそんなに窮屈な感じは
しないんじゃないかな。今回アームレストも左右独立になっていて、まあ、全然悪くないですよね。まあ、ミニバンのセカンドシートなんかに比べるとちょっとこう平らな立体感のないシートではありますが、座り心地も悪くないですし、肉厚だしね。で、ここのシートの肌触りというか、作りはフロントと一緒でフリースみたいな素材になってます。なので普通に座ってても気持ちいいですね。いや、全然2列目も悪くないですよ。で、前が広いので足を組むことも可能なぐらい余裕があります。なかなかいいですね。これ車中泊旅でご飯食べるときなんかはもうこのシートバックテーブルを使って普通にリアシートで食べるっていうのがいいかもしれないね。すごい使いやすいと思います。で、さすがにシート側に凝った装置とか USB とかね、収納なんかは少なくて、助手席の後ろに、まあ、ちょっと収納があるぐらいとなっています。運転席は何もないすっきりしたシートになってますね。ちなみに後席の横にはドリンクホルダーと収納スペースがついてます。スピーカーもここですね。左右両方についていて、なかなか快適な感じになってますよね。では後席このままの状態でラゲッジルームも見てみましょう。よっと、ラゲッジルームはさすがに狭いですね。ただ一番シートを後ろに引いた状態でこれだけの収納スペースがあるので、まあ、そこそこ何でも荷物置くことができそうです。もちろんこのセカンドシートをよっと前に移動させると荷室の空間は広くなりますよね。まあ、これだけ広くなるとかなり使いやすくなると思います。ただし2列目シートは狭くなってしまいますね。もちろんこのぐらいの空間でも人が座って困るというほど狭くはなく、まあ、ミドルサイズ SUV ぐらいのスペースは空いてるかもしれないね。そこそこ広いですよね。まあ、この状態で僕が座っても拳2個半分ぐらいはドライビングポジションに合わせたシートから膝前空間あるので窮屈な感じはないですよね。さっきみたいに広くはないですが、疲れないぐらいの広さはあるんじゃないかと思います。あとはリアシートをよっと倒すこともできます。ここについてるレバーで倒せるんですよね。で、倒した状態でも前後の移動は可能なので荷室のサイズ感は結構自由に変更ができると思います。こうすると結構広い空間ができますよね。荷物もいろいろ詰めるんじゃないかと思います。あ、で、この横にもコンビニ服がついてますね。ここにコンビニの袋を引っ掛けることができて、まあ、さすが Nボックス、使いやすそうな感じがしますね。ライトはここについてるんですが、これも LED ではありませんし、明るさもちょっと足りないと思うので後で交換したいと思います。というわけで今回は新型 Nボックス の内外装チェックしてみました。荷室のサイズとか、あとはシートアレンジ、車中泊ができるかというのはまた後日別の動画でテストしたいと思います。それではまた次回の動画をお楽しみに。